茂山千五郎は、狂言大倉流の名跡で、茂山千五郎家の当主名。茂山家は、江戸時代初期から京都で、狂言師として活動してきた家であり、旧世より、当主名が、千五郎となる。東大は十四世。諸世、茂山又兵二世、茂山又兵三世、茂山九之助四世、茂山九太郎五世、茂山徳兵六世。 重山源右衛門六世、重山玄米九蔵八世、重山九蔵衛生文生四年京都の生まれ、九歳で、遠藤金蔵に指導を受けた。一時狂言から離れていた時期もあったという九世、重山千五郎正虎明治十九年五月十一日は、江戸時代後期から明治時代初期の狂言師、別名千割隠居名千作、京都の五福章、 佐々木神兵清式の子として生まれ、はじめは中三郎と名乗った。八歳で重山急蔵衛生に入門し、三年後にはその養子となる。文政四年、金利に召されて御用を務めるが、この年養父が死去、十二歳の千五郎には重山家継承は無理と思われた。だが、千五郎は本家筋にあたる江戸の大倉流家元を頼って修行を重ねる。 16歳の時、家元より、重山家最高を命じられて、京都に戻る。天保8年に、彦根藩の御用となる。後に、同藩の藩主となった、井伊直助におもんじられた。また、金利御用にも復帰して、重山家の再興を果たす。明治維新以後の混乱期にも、京都の伝統的な狂言を守り続けた。10世、重山千五郎正茂昭和25年2月5日。 九世の三男、本田一八1888年、十世、重山千五郎正重を襲名。1946年、二世、重山千作を襲名。本那新一。1946年、十一世、重山千五郎を襲名。1966年、三世、重山千作を襲名。1976年に、 重要無形文化財保持者に、括弧認定。11世の長男。本名753。1966年、12世、重山千五郎を襲名。1994年、4世、重山千作を襲名。1989年に、重要無形文化財保持者に、括弧認定。2007年に、狂言会で、初の文化勲章を受賞、 12世の長男、本名正義。京都府京都市出身。東山高等学校卒業。1994年、13世、重山千五郎を襲名。2016年、5世、重山千作を襲名。13世、千五郎の長男。本名、重山正久に。立命館大学中退。2016年、14世。 重山千五郎を襲名。東大。AB。読売年間2016年版。P545. ありがとうございます。